日本大学医学部附属練馬光が丘病院は、東京都練馬区光が丘に存在した医療機関、学校法人日本大学が運営する病院であった。なお、附属の表記は、日本大学医学部附属板橋病院が附属であるのに対し、当院は附属である。1986年11月に開設された練馬区医師会立光が丘総合病院が経営破綻したため、引き継ぎのため、練馬区から誘致を受けた学校法人日本大学が日本大学医学部附属病院として1991年4月1日に開設した。土地と建物は練馬区医師会立光が丘総合病院のものを引き継いで使用し、土地は練馬区から無償で、建物は有償貸付であった。練馬区との見解の相違により、日本大学は2011年7月15日に、翌2012年3月をもって、病院の運営から撤退することを発表した。同2012年3月31日をもって、閉院したため、翌4月1日より、地域医療振興協会が後を引き継ぐ形で、地域医療振興協会練馬光が丘病院として再出発した。撤退の経緯についての詳細は、日本大学医学部附属練馬光が丘病院、閉院問題を参照のこと。病床数342床。2005年に順天堂大学医学部附属練馬病院が開業するまでは練馬区で唯一の大学病院だった。災害拠点病院にも指定されていた。救急指定病院であり、2次救急医療機関として、3次救急医療機関である日本大学医学部附属板橋病院と電子カルテのデータを共有するなど分担して地域医療を行ってきた。練馬区と近隣の区にとどまらず、東京23区西北部及び多摩地域東部、隣接する埼玉県南部など広く周辺地域の救急患者を受け入れてきた。近年不足している産科や小児科、特に小児科救急の比重が大きく、東京都立清瀬小児病院や旧式市立、市民病院で対応していた小児救急、入院患児も受け入れ、小児科の休日夜間診療にも対応していた。また産科では24時間分娩対応で、ハイリスク出産にも対応できる体制があった。内科小児総合診療科循環器科皮膚科外科心血、肝、呼吸器外科脳神経外科整形外科泌尿器科産、婦人科耳鼻、咽喉科眼科放射線科麻酔科臨床検査医学科、神経内科精神神経科リハビリテーション科病理部。ありがとうございます。